水トンボ族。水トンボ族ハベナリアは、卵化植物の一群。地上生で、地下に球形に近い形の根茎を持つ。花が美しくて、よく栽培される種を含む。水トンボ族は、日本ではかつて詐欺草がこれに所属していた。湿地に生え、地下に、球状の根茎を持ち、細長い葉を、根際から生じる。細長い家系に花を水上につけ、花は、 水中がごく短くて、その先端近くには左右に離れて細長い役が並んでいるのが正面からはっきり見て取れる。神弁は基部に長い距があり、左右に広がった列片がよく目立つ。この種は現在では本属から分けられているが、水とんぼ属はほぼこのような特徴を備えたものである。ごく地味な花をつけるものもあるが、詐欺層同様に干渉価値が高く。 栽培されているものも多い。洋蘭としては、学名な読みのハベナリアで流通しているが、栽培は、一般の洋蘭と異なる点が多く、多くはさほど普及はしていない。花の美しい野生蘭として、有名なサギ草をこの属に含めていたことから、属の和名としては、サギ草属も用いられた。学名は、ラテン語のハベナに由来し、これは川紐、 あるいは手綱の意味であるが、役の形からとも、新弁や花弁が細裂する様子にちなむとも言われる。地下に、休憩の階径を持ち、そこから細い茎を直立させる。葉は、基部が鞘になっており、細長くて個性する。花は、茎の先端近くに水上、または草上につく。花の学編はほぼ同型で、上のものが幅広くなる場合がある。 側下弁は単純な形をしているものが多いが、二列する例もある。新弁は、随中の基部と連結しており、多くは、虚があって、普通は三列している。側列弁の縁は、滑らかなものが多いが、縁が串の史上に避ける例がある。随中は短い。薬は随中にあって、薬室は平行か。下部が開く形に配置し、基部は、筒状となる場合がある。 花粉界は、梱包状からような仕方で、粘着体が露出する。中東は、約の下部にあり、球形から梱包状の突起となる。落葉性であり、地下の根茎だけで休眠する時期を持つ。熱帯から亜熱帯を中心に、世界で約600種が知られる。その分布は、新旧大陸にわたるが、種数が多いのは、熱帯アフリカと北半球の温帯域である。 基本的には、地上性であり、草原や湿地、林内の地上に生育するが、流水中に生じるものや、苔の間に根を伸ばして、ほぼ着生に近い状態で生じるものも含まれる。この属は、水中の側方にある2個の中等が水中より突出すること、花粉界の粘着体が落出すること、新弁が散列すること、根茎が急上であることなどを特徴とする。 蒸気のように極めて種数が多い。細分属について考えられてもいるが、確定したものはない。日本産のものでは、植物体や花が小型で中東の都市質が弱いものを、ムカゴトン母属プリースタイラスとして分ける判断も、あるが厳密には区分できないとのこと。なお、詐欺層は現在は別属とされている。が、大詐欺層は、現在も本属である。日本には、 以下のような種が知られる。以下の種は、ムカゴトンボ属とされることがあるもの。干渉価値の高いものは栽培される。日本ではサギ草が最も重要で、よく栽培され、そのために最終圧も大きく、現在では絶滅危惧種となっている。サギ草は、ハベナリアキンエン族では、例外的に栄養繁殖しやすく、栽培下での系統維持が可能だが、それ以外の種類は、 一般的に長期栽培は困難である。大詐欺草も栽培繁殖は比較的行われ流通もしているが日本の気候に適応している国産系統以外は維持が困難である。大水トンボや水トンボも型が面白く栽培されることがあるが栽培はさらに難しい。国外の種は養卵として扱われ略号はハブである。ただしに 類似のものはこれに類した扱いを受ける。そのため洋欄としては、学名かな読みのハベナリアの名で流通するが、詐欺層の名で流通する例もある。全体には特殊な栽培管理を求めるものが多く、入試も難しいものが多い。比較的よく知られたものにハベナリアロドケイライチ、ローダキラがあり、この種は中国南部からマレーに産し、新弁が広く、花色が朱色から、 黄色まで変異が多く、美しい。また、エッチミリアトライカエッチメズサイなどは、神弁が極端に深く裂け、まるで糸の束のようになって、見応えがある。また人工交配も行われている。本属は寒冷地から熱帯域まで広く分布するが、本州の平定地と同程度の気候区分に生育する種類は、日本国内にほとんど導入されていない。価値の高い種類は、 ほぼ暑がるか、寒がるかの両極端で、温度調整なしで栽培できる種類はほとんど流通していない。園芸流通している種類の多くは、東南アジア産、およびそれらの後輩種で、一般的に陶器の低温に極めて弱く、本格的な過温温室を用意しなければ、長期維持が難しい。温度条件がクリアできたとしても、ごく一部の例外を除いて、栄養繁殖しにくく。 ウイルス体制に乏しいため一般的に個体寿命が短い。密症更新する場合も、自家受粉だと均衡弱税が生じ、医師間交配だと年齢が下がって後代が育成しづらくなる。これらの特性から、日本国内では一部の園芸業者が輸入、増殖を試みているものの販売個体はほぼ消耗品になっており、購入した趣味化から増殖普及した事例は知られていない。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。